タイコなんです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。来ましたね、ダブルゼータの格行凍結の出現率超アップ来ました。今回は画像バナーにはね、凍結しかありません。紛らわしい要素は一切なしということで、今日はですねこの凍結狙いでねガチャ回していきたいなと思います。まあ、気まぐれゲートね、まあ、ワイポイント稼げるイベントと言いつつも、それはさ、この間が周回できる人の場合だからね。僕はですねこの桂馬の間レアで詰まってます。やばいよね。ガチャの確率確認していきましょう。やっぱりねちゃんと確率とかね確認して、隅から隅までこの文章を読んで理解した上でガチャ回す必要があるよね。今回ねそのことをつくづく痛感しました。ダブルゼータの凍結は確率 1.2% ということで、これはですね、まあ、文句なしの出現率超アップと言っていいでしょう。いつものやつです。まあ、その代わりといってはなんですが、その他の確率はデフォルト値に戻りました。 B ランクのケチらしい 2.484% で入っています。しっかりね隅まで確認しましょう。今日はですね秘策があります。あの将棋の藤井聡太くんがですね、将棋の対局中に食べているというチョコレート、オンとオフをですね買ってきました。もちろん今日はですね勝負に出るんで、オンの方を食べてガチャね、ダブルゼータ出したいなと思います。この集中したい時にオン、そしてリラックスしたい時にオフということで、分かりやすいよね。なんかねチョコレートの糖分がですね非常にね、こういう頭をね使うことをやるときに食べるのはいいらしい。だから将棋ってさ、すごいさエネルギー使うんだよね。まあ頭を使うというかね、まあそういう意味ではプニプニのガチャも同じでしょう。いきます。うん、なんかすげえ集中力出てきた。ていうか普通にうまいんだけど。さあ妖魔将棋ガチャいきましょうか。10連いきます。当たり前じゃないですか。4500ポイントいくぜ。さあ集中力マックスです。さあいつもの神引き昇天ウィスパーお願いします。おっとゴールドのウィスパー。僕はですね今バッドボーイヤしかね持っていません。初日のガチャはねまあそれなりに神引きだったんですけども、まあバッドボーイヤのみということで、結構やっぱね特攻キャラがないとね行き詰まっています。まあレベル35の方はねなんとかクリアできたんですけども、あれだよ、強い方の敵が全然倒せません。桂馬の間やばいよね。あれはね特攻キャラありきの難易度設定かなと思います。ないとねさすがに無理です。まあ漢方ガブ飲みでね行くっていう手もあるんだけど、ちょっとそれにしては強すぎる。今回レベル12まであるしね。さあ行くぜ。さあ止まれば新キャラゲットだぜ。おっと馬です。そういえば今回レア妖怪が馬ということで、皆さんゲットできましたか？なんか結構ねコメント欄だと馬が出てこねえ、仲間になんねえっていう人がねいました。まあでも今回ね馬1体はゲットしないと各地ステージがね赤ウィスカイ攻略できないんで、まあ、必要かなと思います。まあお馬さん可愛いしね。だから今さ、うっとマガサス馬つながりだから今さ、まあ、別のゲームになるんだけど、あの馬娘ねむちゃむちゃ人気なんで、多分そのつながり馬つながりでね、まあ、出してきたのかなっていう気がする。さあ赤ウィス赤カップからも油断なりません。これはある意味神引きと言っていいんじゃないの。今秘伝書非常にねレアです。喉から手が出るほど欲しい。だからまあ秘伝書はね当たりと言っていいでしょう。今秘伝書本当に入手方法がさ限られてるからね、まあ、Y ポイント交換でまあ何冊かねゲットすることできるんだけど、さりげなく引きましたけどバッドボーイヤ持ってます。ここで出るなら初日引かなかったっていうねあるあるです。だからそれがあるからさ、あんまりこのダブルゼータのね超アップ以外はね引きにくい。結局さその途中で全部出ちゃうパターンだからね、ちょっと何だったんだっていう感じするよね。だからほんとガチャに関しては闇だよね。さあ来てほしい。
昇天したい。昇天したら今回でもダブルゼータ、そしてランクゼット一角もね控えてます。フクロウでもいいけどね。いきます。フクロウかダブルゼータね、同血どちらかがあれば、まあ桂馬のままねそれなりには進めれると思います。さあいきます、お願いします。よし来た、昇天したぜ。今日の大チャンス、金カップじゃない虹カップは一つだから、ここで高めの同血が引けるのか、一角フクロウに終わるのか。でももうこれで持っていないキャラは確実だからね。そして油断しているとなぜかこの虹カップ以外からも出る可能性がある。だからここで全部引いちゃうパターンもありなんですよ。同血狙いとか言ってるけど別に一角とか袋あっても全然困りません。なので一緒に引いちゃいたいね。っていうかやっぱ気まぐれゲートね、なんだかんだ言って周回する必要があるよね、ワイポイント稼ぐために。そうするとやっぱりね複数の特攻キャラいるよ。さあ近づいてきました。ふっ止まったかと思いました。赤からね普通にダブルゼータ来る可能性もある。さあ行くぜ、金カップか虹カップか、どちらも止まってほしい。カーボン、マジか、ワンチャンです。さあ高め同血、確率超アップの 1.2% が引けるのか、それとも 0.4 が訪れるのか、緊張の一瞬。いきます。さあいつもの神引き、藤井聡太君のオンですから、今オン状態だからね僕はね。カーボン来た、当たり前だ、止まる。そして虹カップからの高め同血、うわマジかよ、一角か。一角さんはねご褒美の間特攻でしょ、厳しいね。これはご褒美の間はさ別に普通に僕レベル7はクリアできてるから、ここで一角さんはね厳しい。いやでも通過点ですよこれは。さあ一本一本ダイオグ一角ゲットしました。おんまさんね、僕馬好きだからいいけどね。さあこっからだぜ、こっから、本当の戦いはこっからです。今スタートです。やべえなおい、集中力が切れてきたのでもう一個オンいきます。さらにオンします。オンのオン、オンのオンはオフなのか、いやいやいや違います。集中力ねもうマックスまで高めてねいきますよ。おっ湧いてきたぞ、集中力マックスです。鼻血が出そうです。チョコレートばっか食いすぎだ。行くぜ、昇天しまくり。本日1回目の昇天目来ました。さあもう次こそはね 1.2% だよ、引くぜ。 0.4% が引けるならおっとダブル昇天、マジか、やべえ藤井聡太君やべえ、これですよこれ。藤井聡太君ね、将棋の対局中にピンチになるとチョコレートとかね甘いお菓子でね糖分を補給します。そうなんです、それぐらい脳みそ使ってんですよ。まあ藤井君と一緒にするなっていう話あるけどね、いやいや僕にとってはね勝負の時は同じですよ。さあこれはねもう来てほしい、これは来てほしい、超アップですから。さあさらにねもう一緒にね鬼食いとかも引いちゃいたい。正直ねバッドボーイヤーだけだとレベル35のね、まあ、クリアいっぱいいっぱいです。もうそのクリアしてそこでいきなりねあのレアな間が出てきてもさ対応しきれません。ということでもう引いちゃいたいね、はいね。さあだから止まって秘伝書、これで同血引いて技レベル上げてくれという運営からのメッセージ受け止めました。いきます、さあ止まってほしい。うっマジか、いや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 、これでちょっとねダブル一角来たらくじけるわこれさすがにくじけるわ。ここはやっぱり同血か、まあでも Z 以上なんで同血一角フクロウ 1.2%0.4%0.4%、 普通に考えて同血来るでしょ。いきます、集中力マックスです。さあ止まってほしい、これ止まらなかったら一角だからね、止まってほしい。
あーこれでフクロウもしくはどうか確実。よっしゃー、ダブルゼータ凍結しました。これだこれ、マックスの集中力、もう余分なことは、ね、一切考えていません。やばいぜ、これでちょっとねイベント走れるわ。もうほんとね行き詰まってたんだけど、まあでもこの後さ、まあ、追加キャラとかもあるしね、まだまだガチャやっていくわけなんだけど、やっぱりね集中力はね必要。ゲーム、まあ、ゲームって言ってもねもう e スポーツだからさ。さあなんとかね来ました。さあ皆さんはね今回何回ぐらい回して、そして出ましたか目当てのキャラ、もちろん凍結だと思いますけども、さあどうなんだろうね、皆さんはそのガチャをさ目的のキャラを出すためになんかいろいろ秘策とかありますか。どうなんだろう、まあ、ガチャに秘策っていうのもね、まあ、難しいと思うんだけど、もしそういうのあったらねコメント欄で教えてほしいなと思います。参考にしたいなと思います。さあ来たぜチョコレート効果、この集中力切れないうちにねちょっと周回してですね気まぐれゲートのね完全攻略走りたいなと思います。まあ言ってもまだ5月23日あたりにね追加キャラぶっ壊れ来るんで、まあそこをそれを引いてまあイベント走るっていうのもありだよね。はあ、今日もね昇天しまくりました。さあまだねプニプニやっていきたいなと思います。やべえ